真是烦人。终于来了吗？Thank you.
在そのものが間違っている。戦争、欺き、嫉妬、貪欲、人類のせいで私は全てを失った。でも今日私は全てを飲み込む。私が崩壊なのだ。待ってたわよ。死を迎える準備は整った？力の限り抗うのよ。それなら私の番で文句ある。
死ね。キアヌ、あんたが目を覚ました時、全てが変わっている。世界はもう美しくない。平凡な日常ももうない。でも諦めないで。何があっても諦めないで。その死に乗るな。To live in your way, love.
お姉様、やっと助けに来てくれたのね。ゼーレ、ずっと待ってたんだから。ここが漁師の海。これが全部ブローニャ。でもどこにいるのですか、ゼーレ。必ず見つけ出します。
ゼーレ。今、会いに行きます。
ずっとずっと私たちを守ってくれたお姉ちゃんを助けに行こう。ほんと仕方ないわね。キアナ、何を待っているの？姫子先生、分かった。この完璧じゃない世界を私の望み通りに変えてみせる。
してる。暇はないの。Reflected in my eyes. Now the moonlight in a starless midnight showers all the people passing by. One is so small and the world so bright. Every step forward that goes aside, I reach out for the halo far up high. Deeply engrave my memory.
息も絶え絶えのくせに私のこの拳で止める。いつもこう、体がボロボロなのに無理やりに笑う。あなたは私を、みんなを助けてくれた。なのに一人で全てを背負おうとする。自分の命をも犠牲にして。レイ先輩、それは私の使命だから。世界を救いたいなんて、そんなの分かってる。レイ先輩、でもどう耐えればいいっていうの。先輩、ダメ。私にとってこの世界なんかよりもキアナちゃんの方がずっと大事よ。その手を掴んだ時から私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。
この果てしない夢の奥で変わり果てた自分を見つめる。人も皆消えてしまいました。骨に刻まれるほどの憎しみだけが生まれ変わるほどの成長を遂げさせます。嘘だ、ありえない。あなたたち、ちゃんと言うことを聞きなさい。くそ、あなたたち、このバカたわけが、邪魔をする。どうしてあの役立たずを助ける。どうして。そもそもあなたたち、愛者のくせに。これは委員長の。ギアナ、力を抑えて教えたことを思い出すの。神なるもの、変化の極みなり、万物に妙にして変化し、剣を持って話すべからざる者なり、退去剣気神武。律者は私に任せなさい。元凶はもうすぐ解除される。もう帰って。今回はおそらくさようなら。待って委員長、他に
そうかもしれない。しかしこれが私の使命。僕は嘘をついてない。私はたくさんの裏切りと嘘を味わいました。委員長、私は嘘をつかないよ。律説はここまでのようです。信じてくれた人も私のせいでいなくなりました。私は強いからそんなの心配ないよ。どれだけ努力しても歳月の流れにはかないません。結局私は一人ぼっちです。一人ぼっちにさせないから。されたら許さない。ならもう一度倒せばいい。私から逃げるなんて許さないから。キアラ、諦めるんだ。ブローニャ、委員長。一社の力を持ってないあなたはただの企画者。彼女たちを離して。彼の信念は何の力もない。やめて。我だけの正義感と善悪結局は全部所有だ。人々の悪意は変えられない。醜い世界を変えられないのだ。
私たちはみんな敗者。違う。人類はみんな敗者なんだ。私は諦めない。彼女たちはもう倒れた。あなたで最後だ。絶対嫌だ。彼女たちはいつだって諦めない。今は私がすべきことをする番だ。みんなの選択は間違ってないってみんなに教えないと。あんたの攻撃は終わり。何？それなら私の番だ。文句ある？人を変えていくでしょう。その日を見届けたいから。だから私たちはここで止まったりしない。あなたたちの理想は実現しない。だって世界は最初から美しくないんだから。違う。そんなにひどくないって教えてくれる人がいた。私は彼女たちを、彼女たちが愛する全てを愛してる。この剣は私たちをつないで真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届ける。これが私とみんなの帰り道だから。I thought I would have won, and a place that I, till I felt
ローズクォーツの空、綺麗やけど彼女には見えへんのか。また訪れる。君が持っているスズランの花言葉だ。このお守り、あげる。今の私ができることはこれくらいかな。本気で世界を変えようとした時、人は己の無力さに気づく。聖女は民に全てを捧げた。しかし手にしたのは冷たい手枷と工場だった。世界は混沌としている。それは不公平で不合理だ。英雄は迫害され、悪は力を増す。醜いものばかりだ。美しいものなどない。世界の悪意は悪人が断ち切ろう。
は彼女と明日までの距離、そして彼女に対する世界の逆襲だ。しかし彼女の信者は決して諦めない。人の魂が消えれば復活することはできない。世界は意識が新しい容器へと入ることを許すが、容器が消えた意識を集めることは許さない。たった一人の彼女を救いたいなら過去で新たな可能性を作るしかないんだ。これは別の未来、そして彼女の時空だ。生きるんだ。
through the lights, the ebb and flow of the crowd, flutter world and paradise, along the path of time. Every night brings a dream, but the これは英傑と呼ばれた人々の話。13人の羊者が経験した未完の旅。人生は結局空夢みたいなものだよ。人生というのは失敗を経て成功するものです。見て、私たちの色ここに残ってるよ。ケミ、あなたを食べちゃうわよ。長い国、極光は常に刹那、真が断裂。心一つで存在し、意識一つで変わる。全てを殺し尽くせ。聞いて、噛み合う歯車の喝采を。時が残り続け、星々が永遠に輝きますように。私は哀愁の城の花。これほど美しい花は咲く前に枯れるべきじゃない。この世界を世に救えないと。それでも僕たちはヒーローにならなければならない。これは意味のない。未来のない人たち、誤った道を一歩歩む結末に立つ。もう落ち着きなさい。あなたって少し変わってるのね。もうそう怒らないで。もう
悪いけど、がっかりさせることになるわ。英傑たちの閉幕は盛大で美しくないといけないの。二人だけだと少し寂しいわね。そうでしょ、愛しいエーデン。そうね、エリー、始めましょう最後の舞踏会よ。結局みんなを巻き込むつもりなのね。だからあなたが嫌いなのよ、エリシア。本当は嬉しいくせに。すべて八つ裂きにしてやる。今回は元に戻さないよ。あら、これで楽園の最後の運命。これは歴史上類を見ない光景じゃない。僕たちの功績が未来を切り開くように。準備はいいか、エリシア。これは英傑と呼ばれた人々の話。13人の出演者が経験した未完の旅けど、来訪者、あなたの道は続いてる。そうでしょ。なら心のままに進みなさい。私たちが作れなかった未来を作りなさい。My name when a tree says a race was sad again, telling a story lost in time, the way it starts and the way it ends, never again making a story sin is made with zero stars. Just one name.
ヘクトールは王国が陥落することを知り、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解していた。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。この最初から悲劇だと決まっていた物語では、誰もそのことに迷ったり動揺したりしていなかった。彼らがそうあったように、僕たちもそうである。気は治ったから、あなたが月から戻ってきたらずっと一緒にいられるって言ったけど、あなたはその度に私が嘘をついていると知りながらも私を信じてくれていたのね。僕は彼女に人々に約束をした。どれほどの対価を払おうとも人類と崩壊の戦いを必ず勝利に導くと。鳥はなぜ飛ぶと思う？それは飛びたいからだ。しかしありえない。なら君の答えは？飛ばないといけないからだ。白亜紀に終焉の隕石が落下した結果、自由な鳥たちだけが滅亡の定めから逃れられた。墜落するために飛び上がる人間もいるのだと。ずっと僕の自己満足だ。僕が諦めないのは必死になってないからだよ。僕はね、気にしないんだ。崩壊とか人類とか。もしいつかこうやって私に対してトリガーを引くことで大多数の人々を助けられるのなら、ケビン、あなたはどうするの？選択も存亡も関係ない。今万人の理想が大いなる願いと来るな。これが救世の命。梵天百獣、この身に加えゴーマが深淵に至り救世が剣を来い。今回僕は自分の命を重厚に押し込め、君たちが全てを超えられるように。
一つの物語が終わるとき、私たちはその始まりを思い出す。まるで昔に戻ったかのように。例えば今のように。そうだろう。君は驚いていないようだ。この景色懐かしいだろう。うぬぼれないで。彼女は私たちと違う。まだ進み続けるんだから。どう、私に会って驚いた？ところで一人足りないね。これで揃った。しかし残念だ、僕たちの物語はもう終わった。過去の人は過去に残ってもらおう。じゃあさよなら。なんか言ってくれないの？よくやった。メイ先輩。昔と変わらないね。ええ、いろいろあったね。本当にいろいろあったわ。今回もここでお別れなの？いいえ、今回は最後まで一緒に歩くわ。私たちはさまざまな場所に行ってたくさんの思い出を残した。これは愛の物語。きっと愛に満ちた結末がある。だから昔と同じように一歩ずつ前に進もう。ほら、私たちの足跡、どんな時もここにある。Jesus.
spend the time having to leave the tracks behind. There is a longer way ahead.